こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の近くに位置する朝鮮半島、その南の国韓国が驚きの発表をしてくれた。それは、空母や原子力潜水艦を建造するとの計画だ。なかなか本気で考えているようだが、私はそんな朝鮮半島情勢で必要なのか、疑問が出てくる。では、今回、この中期国防計画を詳しく見ていこう。一応同盟国だが、B1 哨戒機のレーダ照射以来、不信感しかない国となってしまった。世界でも同じ評価がなされるきっかけに。それでは詳しく見ていこう。F-35B ステルス戦闘機を艦載機にすると言い出したが、果たして米国が、情報漏洩の多い国に、この F-35B 戦闘機を売却するのか疑問だ。韓国の国防部が2020年8月初旬に打ち出した2021年からの2025年までの5カ年の中期国防計画に記された内容に、韓国内はもとより関係各国がその動向に注目を集める事態が発生している。というのも、この中期国防計画において韓国はこれまで周辺諸国の刺激を恐れ、大型輸送艦と表現していた艦艇を正式に軽空母と呼称変更し、その保有を謳っているからだ。さらに、中期国防計画で打ち出された軍事費は、その5年間の総額が約27兆円にも達し、これは年間 6% 以上増加していき、現状の日本の防衛費をも上回る規模であることが明記されている。ことに、韓国がこのタイミングで軽空母保有を鮮明にした背景には、海上自衛隊が護衛艦、いずも、加賀を回収して事実上の航空母艦とすることへの対抗の意味合いが強く感じられる。この軽空母の詳細な仕様はこれから詰められていく段階ではあるが、排水量が約3万トンであり、護衛艦、いずも、加賀と同様に F-35B を最大20機程度艦載機とすると見られている。ただ日本と異なっているのは、F-35B の調達はあくまで現時点では予定であり、韓国政府主導の軽空母保有に対して運用を行う。肝心の軍部側ではコンセンサスが取れた状態ではないようだ。これは空軍が導入を始めている F-35A を一部 F-35B に置き換えれば良いと考える政府側に対して、空軍側はこの変更で兵装の量が少なくなる点や運用効率の悪さからこれに反対する立場を鮮明にしている。また、実際に軽空母を運用する海軍にしてみれば、F-35B を艦載機とするための搭乗員の育成や環境整備など、もろもろの課題に対して、空軍の持つリソースを当てにできない現状では、到底実現不可能と判断しているようだ。こうした韓国政府、空軍、海軍のそれぞれの組織の思惑の違いから、軽空母保有を掲げてみたものの、結局、それが実現に向かうのかは、
出だしからほころびが生じてしまった状況に見える。これについては、韓国内の有識者からも、その現状を憂う声も上がっており、軽空母や原子力潜水艦などの戦略面に属する高価な兵器を導入する意義が今の韓国に必要なのかを疑問を呈する向きもある。特に韓国が最大の脅威としてきた北朝鮮に対しては軽空母や原子力潜水艦が有効なのかという根本的な問題を指摘しており、半島国家であり、広い領海を持たない韓国には、不要との的を得た声も多い。韓国が軽空母保有を進めることについて、中国のメディアの一部では、日本の護衛艦、出雲、加賀、への対抗、在韓米軍の経費値上げの、防止、東アジアの軍事バランスを、考慮などの理由を挙げている。この考察は、日本から見れば、かなり正刻を射ているように思われ、韓国内の世論からも、日本が護衛艦、出雲、加賀を航空母艦化するのならば、韓国も、それに類する兵器を持つべきという心理を浮き彫りにしている。また、在韓米軍の駐留経費について、4倍増とも言われる。大幅な負担増をアメリカに突きつけられているとおぼしき韓国の現状は、中国の目から見ても韓国が努力のポーズを見せていると捉えられているようだ。最後の東アジアの軍事バランスとは、韓国を取り巻くアメリカ、日本の状況や自国である中国、そしてロシアの軍事力の変化など、地政学、政治的に見た朝鮮半島の置かれた立場を指したものだろう。日本側から見れば、韓国は竹島を独島と強弁し、その防衛のために軽空母が必要との見解を取っているようだが、わずかに自国から300キロ圏内にある島の防衛にそれが必須かといえば否だと思える。韓国内の希望的観測の中には、軽空母どころか7万トン級の本格的な航空母艦を建造し、アメリカ海軍と同時用に F-35C を運用すれば良いとの意見もあるようだが、ますますもって実現は困難だろう。余談だが、今回の中国メディアの指摘は、自国を対象としない事柄についてはかなり的確な論調をいつもながら見せていると、ある意味非常に感心させられてしまう。さて、韓国の中期国防計画だが、正確には潜水艦についてはその推進力が原子力であるとの表記はされておらず、韓国国防部もそれについての明言は避けているというのが実際のところだ。しかし、2019年の韓国海軍参謀総長の発言などからは、原子力潜水艦の建造を目指していることは明らかなようで、ドサンアンチャン補給潜水艦のバッチ3と呼ばれる段階での導入が有力視されている。ただ、韓国の原子力潜水艦には、その技術面やコスト面の課題だけでなく、原子力の軍事利用を禁じたアメリカとの米韓原子力協定に抵触するとの見方も有力であり、こちらのハードルの方が高いと思える。